皆さんこんばんは、ガエルチャンネルです。さあ今日も GT3 ニュルブルクリンク複合 VLN のサーキット、こちらの6周のレースをお届けしたいと思います。いやしかし、さっきこれが3戦目なんですけど、2戦目はですね、後ろからどつかれ、前にもぶつかり、でぐるぐる回ってですね、もう散々なレースでした。もう当然ボツです、ボツ。あれはね、旗から見てても面白いもんじゃないですね。はい、でこれが3戦目になりますね。SOF もう5戦近い SOF 4900ですね。これ今まで最高記録じゃないでしょうか。でこの1位2位にいる人がね、アイレーティング8000超えてる人、これもね8000超えの人初めて見ましたよね。7000台は今まで見たことあったんですけど、8000台はすごい。で、予選がですね、23番手とか、トップスプリット SOF4900 のトップスプリットで23番手スタート、全体では26、7台ですかね、います。なのでもう何だったら後ろに全部抜かしていってもらって、最後尾走るぐらいで、しばらくね落ち着くまで最後尾走るぐらいでいいかもしれないという気持ちで今グリーンフラッグ振られました。さあここはちょっとアウト側から、そしてさりげなくオーバーランしたと見せかけて、よしよし全員行ってもらった、よしこれで最後尾、全体で27台ですね。いや今までこのぶつからずに完走っていうことはですね、まだ一度もできてないんですよね。なのでちゃんと、もうさっきはねへこんだ車でトップスピードは伸びないわでね、もう散々だったので、今回はちゃんと走る車で完走したいですね。おーおーおー、前の方で接触ありましたね。まあ、最後尾、今2台抜きましたけども、周りのドライバーも、まあ、4000近いアイレーティング持ってる方なんで、やっぱりそんなにこうガッシャンガッシャンはなってないですね。さすが SOF5000 の世界。さあまずはついていけるでしょうかってところですね。もうさっきはね、今の北コースに入っていくところ、左コーナーでラグヒットをされてですね、後ろから小突かれて、もう1周目で回ってしまいましたね。なので今回はこのバトルに巻き込まれないように、この前の火の玉マクラーレンを追っかけていきたいですね。マクラーレンだいぶ珍しいですね。さあただ、この前のコナーさんが若干前とついていけてなさそうですね。で後ろ2台接触したんですけど、なんか追い上げられてる気がします。後ろがクリストファーさんとベイリーさん、アイレーティング5000と3700。この当初の予定では、最後尾を走って、落ち穂拾いのようにこうコースアウトしたマシンをどんどん抜いていくっていうのが私の当初の計画だったんですけど、全然皆さんうまくて、接触の背の字も、ね、後ろの2台だけですね、まだ。さっきのね、2時間前のレースは、ローリングスタートの1コーナーで大きな接触があってですね、宙を舞うマシンもあったりして、そうあれでね失礼しました、あれでですね、ちょっと喉の調子が、水を飲みましょう。そうさっきのレースは、そのトップを走ってたアイレーティング6000番台の人がそのクラッシュに巻き込まれてリタイアしてて、でアイレーティングはマイナス150近くね、その方食らってたんですけど、あれはねもう見るに忍びないですね。もう
6000台でアイレーティング150ってどんだけ、ね、あの回復するのに時間がかかるかと思うとね、あのやっぱ痛みがね分かるようになってきましたね。さあで人の心配より自分の心配、うん、この前の3台のバトルですね、ついていきたいんですけど、後ろのですねクリストファーさんがだんだん追い上げてきましたね。でこのやっぱりねニュルブルクリンクのコースでこうあの速度差があるのに前の方をずっとブロックし続けるっていうのはナンセンスだと思うので、来た来た来たクリストファーさん、どっかで後ろのクリストファーさん抜いてってもらいたいですね。2台前のコーナーさんがミスっぽい動きでしたね今。そうだんだん思い出してきました、今の右コーナーベルクエルクですね。で後ろクリストファーさん近いけどこれはスリップが効くんでしょうか。効くんだったら、ただねここ曲がりくねってる上にコーナー交差幅もねそんな広くないんで、スキップバーマンみたいにねあのここでオーバーテイクってのはちょっと難しそうな気配がしますね。おっとっとっと乗ってしまった、危ない危ない。さあそして右スタイルシュラッケ、うわーだいぶ来てますね来てますね。おっとコーナーさんがイン外した、カルセルから落ちた、うん、これ抜けない、あそしてあ ちょうどいいですちょうどいいです、これでいいんです、ね、あのクリストファーさんに譲るタイミングを伺っていたんですけど、まあ、これはしょうがないですね。おおなんか、うん、コナーさんがアグレッシブですね。コーナーさんアイレーティング B の4100、おお怖い、前のクリストファーさんがアイレーティング5000の人ですね。いやすごい、ほぼ最下位争いですけどそれでもレベル高いですよね。これ今回は、240人近く参加してて、8スプリット分かれてます。やっぱね、うん、前期も、GT3 のオールトンパーク出てたんですけどそこまでね参加者多くなかったですよね。でしかもやっぱあわよくば、6位入賞っていうのを狙える位置にいたんですけど、このねニュルブルクリンクの GT3 はちょっと別格ですね。集まる人の多さも違いますし、やっぱりレベルの高さも、おお後ろ後ろフェイリーさん来た来た、おい、ひどい、せっかくぶつからずに完走したいと思ってたのに、そしてソーリーの一言もなく去っていく、おいベイリーほらちょっとくらい謝れと思うんですけど、まあ心を押し付けていきましょう。あそこはねあそこオーバーテイクできないですよ。でしかもスピードを車速が落ちたのは私のせいじゃないですもん。前がねバトルしてて、ってことはあれですかね、私もイン側を締めた方が良かったんですかね。なかなか難しい。であとは心配なのはリアの、リアセクションね、エアロが壊れてないかどうかですよね。とりあえずハンドリングには影響なさそうですね。なんかあったんですね。Yeah, you were just trying to kill us. さあようやく一周が終わりました。2周目ですね。
さあ27台出走27台ですけど、私が今最後尾ですね。ですので、寂しいせめてねこの前のベイリーさんに追いついていければいいんですけど、どうでしょうか、ね、せめてさっきの追突でバチが当たってベイリーさんのフロントセクションが壊れていてほしい。フロントのエアロがベイリーさんが壊れてて、あー畜生トップスピード伸びないなとか言っててほしいんですけど、どうでしょうね。あとは特に、オープニングラップのこの GP コースの速さですね。ここをかなり練習しないとやっぱどんどん後ろから詰められてしまうので、そこがね結構課題ではありますね。まぶしい。さあ、今はノードキエレ、久々にですね、コーナー名、思い出しながら走ってみたいかなと思うんですけど、ここのハッツェンバッハに入ってきますね。ここもまだタイヤが、ね、あるんで大丈夫ですけど、さあそして大事な右のホーヘーペン垂れてくるとね、さっきのハッツェンバッハも、結構、苦しくなってきますね。さあそしてこの悪夢の高きジャンプ台フルーク・プラッツ、そしてこの右ですね、スキップバーバラと前回でいけたんですけど、 GT3 だとやっぱりブレーキまではいらないんですけど、アクセルをリフトしないといけないですね。そしてコッテンボーンを抜けて、このまたジャンプ台ですね、シュイデン・クロイツで、この右下りながらアーレンベルグ、このアーレンベルグっていうコーナー名はニュルブルクリンク24時間待機でもよく聞くコーナー名でしたね。さあそしてこの左右とで、この立ち上がりが大事なアデナウアーフォースト、このやっぱ、ね、ちょっと軽くフロント荷重にしないと全開で抜けられない高速メッツゲスフェルド、そして2速に落としてカレンハード、ここも、ね、前回行くのはちょっと怖いシュピーゲルカーブ、前回行けなかったですね。さあそして3連コーナードライハッハレヒテス、そして荷重を残しながら右左ベアザイフェン、さ あと意外と事故の名所になっているこの左ブライドシュライド、下りながらアンダー出やすい、ね、危ないでしょ。で右エクスミューラー、いやー大変。そして左のラウダリンクスを抜けて、またこの立ち上がり大事ですね、ベルクベルク、早めにアクセルを入れてこうリアが滑りながらでもこう切れ込みながら立ち上がっていくので、やっぱ早めにアクセルを開ける、勇気を持って開ける、その挙動を予測しながら早めに開ける、それが大事ですね。さあそしてケッセルヘンを抜けて、この左マットカーブですね、勇気のカーブ、確かにね GT3 になると結構勇気いりますよね。さあそしてシュタイルシュトエッケ、うまくコーナリングできると2速でいけるんですけど、なかなかねやっぱ1速使わざるを得ないですね。さあそして有名なカラツィオラカルセル、
ここはあの壁に向かってブレーキングですね。壁を使ってさらに減速して飛び出さないようにするっていうのは大事ですね。そしてポステン147を抜けて、でこのここね結構事故の名称ですね。ホーヤフト、あんまりねスキップバーバーみたいにこうハイスピードで抜けられないんですよね。車体の重さがあってしっかり減速しないと危ないところです。さあそしてここから右に左にビッパーマンで、この右も危ないですね。エッシュバッハ、ここでタイヤ滑り始めると相当怖いですね。ここも軽くフロント荷重しながら、そして短いストレートのブリューンヘン、前渋滞してますね。さあこの左アイスカーブ、あそこのね縁石に乗るのも結構乱れて怖いですよね。さあジャンプ台を越えてプフランツガルテン、さあそしてこのジャンプグローサーシュプリングヒューゲル、ここの高速 S 字シュテハンベロフ S。 さあそしてここも難所ですね、シュアルベンシュワンツ、あそこをね あんまりはみ出すとアウト側にはらむと良くないですね。さあミニカルセルのクラインズカルセル、さあこの右も全開ではいけないガルゲンコフ、そしてここも全開ではいけないドッティンガーホエ、よし、なんとか、いやー疲れる。このやっぱね GT3 で、いやこのトップ10フィニッシュなんてね、このまた夢のまた夢ですね。やっぱりこれね練習結構ね練習はしてきたつもりなんですけど、それでもねまだまだ練習量足りないですねこれ。なのでこの SOF5000 のレースでいい成績を収めようと思うと、もっともっと練習してもっともっと速くならないといけないというのが分かってきましたね。いやしかし前すごい渋滞、1台何かトラブルあったんですね。さあこれでポジションが1つ上がりました。ビリッケツだったのがブービー賞になってますね今。そして前の方でバトルがまた、いやー本当ね8スプリットに分かれるってすごいですね。これ収録してるのが金曜日の夜の11時ですね。夜の9時あたりはまだそこまで人口多くないんですけど、やっぱりね11時になるとヨーロッパ勢が活動してきますので、結構ね、参加者多くなってきますよね。そして前を行くベイリーさん、これフォード GT ですね。なかなか珍しいですね。ただ今週はシムコさんがフォード GT は無料セットで公開していたってことは、そんなにこのニュルのコースと相性良くないのかなっていうふうに思ってしまいますね。まあ、そこまでタイムを比較できるほどフォード GT の方はね乗り込んでないんですけど、まあ、ただ上手い人が乗るとちゃんとついていけるぐらいの速さはあるってことなんですね。それにしても、これ最初の初回、の実況をした時はまだね予選順位もうちょっと良かったと思うんですけど、もう週の半ばですよね、ウィーク2の半ばになってくるとやっぱ皆さん予選のねタイムがどんどん縮まってきて、予選のタイムを更新してないガイリ選手は相対的にどんどんスターティンググリッドの位置がね落ちてきてますよね。
そして前のフォード GT のベイリーさんにもなかなかついていけない。このラップタイムを見てる限りそんなに大きな損傷はなさそうなんですけどね。さっき、小突かれて回ったんですけど、意外と壊れてなさそう。やっぱり、GT カーは、F3 とかねスキップバーバーに比べると頑丈にできてますよね。さあ少し詰まったかな、どうですかね。この、前の3台4台による人間同士の争い、もうこのトップスプリット半分ぐらいは、だって前の方 1,2,3、もう私が、47秒ですか、トップと47秒、まだ2周ちょっとですよ。だからねやっぱり1周10秒以上差をつけられてますよね。おそらくこの SOF5000 のトップスプリットの半分はエイリアンのはずです。人間の方が少なさそうな、いやそういう、ね、ドライバー構成になってますよね。あわよくばこの前の2台のバトルにガイル選手も混ぜてほしいところなんですけど、そうすればおお今イエローフラッグ出てなかったよ、イエローなかったよ、怖い怖い。でいつの間にか今24番手ですね。3台パスしてますね。1台クラッシュで消えましたね。27台走ってたのが今26台になりました。前の2台も争ってますけど、これは抜けないだろうな。で後ろマーティンさん3秒差で、さっき、ね、あのスピンしてたのが立ち直って3秒差でついてきてますね。これまた後ろから突っつかれると嫌な展開ですね。やっぱこのフェラーリはあのインジケーターランプ、特にブレーキの ABS の紫色ですね、あれが光ってくれるのは分かりやすくていいですね。しかも左右独立タイプですもんね。後ろのマーティンさんが 3.3 秒、なんかそんなにそんな車壊れてはなさそうですね。しかしこの前の2台近づけそうで近づけない。アイスカーブを抜けて、この軽くジャンプして右のプフランツガルテなんですけど、ここもこうブレーキングの荷重を考えないとやっぱ飛んでしまうんですよね。飛ばないようにブレーキングしながら曲がらないといけないですね。シュワンツで、この周ピットですね。燃料は37リッター。そうすれば6周走り切れるはずです。さあ前のベイリーさん0.8 秒差。
あ、結構これスリップ入ってんじゃないですか。お、なんか初めて、今日初めてレースらしいことをやってます。あ、結構スリップ効くな。あ、確かね、あのシムコさんがフォード GT はストレートスピードは伸びないけども悪くないと思いますみたいなね。違うな、これフォード GT じゃない、これフェラーリだよ、フェラーリ。あれ、フォード君どこ行ったの、どこ行った。うん、なのでこの前のフェラーリ、壊れたフェラーリなんですね。そうするとさあピット入りましょう。もう減速タイミングもバッチリですよ。オールトンパークの二の前は踏まない。さあこれで今2時4番手ですね。あ、いたいた、よし。さあ給油して、あ、あと、あ、窓も拭いてもらおう、窓も。うん、あとから思い出してくっつけたけど大丈夫かな。お、なんかジャッキアップしてる。え、窓窓、え、窓そんなに大変。おお、なんか、ね、なんかめっちゃピットインで抜かれてますけど、え、やっぱり後から 窓付けしたの良くなかったですかね。1台周回遅れの方いらっしゃいますけども、え、2つポジション落としましたね。うん、ピット作業まだまだ慣れないガイル選手。6秒差、結構差をつけられましたね。え、そんなにダメだったのかな。もうちょっとねピットクルーに練習してもらわないといけないですね。あ、そして周回遅れの方が今消えましたね。うん、っていうことはまたガイル選手最後尾。うん、ということは最後尾ということはもうあれですね、失うものは何もないということですよ。なのでこうもっとね、ここでリタイアしても適当に走っても順位が変わらなければ26番フィニッシュで、同じですよね。なのでもうここは背水の陣でどんどんプッシュして前のクリストファーさん、マーティーさんに追いついていく展開を目指すべきですね。よし、というわけでプッシュしましょう。プッシュ、なかなかプッシュしたから速くなるというわけでもないですよね。芝寄せが後半に来たりしてなかなか大変です。うん、さあ前と、あ、ちょっと近づきましたね。クリストファーさんと 6.1 秒差。スローウェイを抜けてでアレナーフォースですね。お、滑る滑る、お、滑る滑る、おーだ、いやー今ぶつかりましたね、リア。さあ失うものは何もないと思ってたけど、車が壊れるのは痛い、それは失いたくない。うん、今そんなにね大きな衝撃ではなかったので、どれぐらい壊れてるかってとこなんですけど、とりあえずハンドルはまっすぐですね。
失うものは何もないはずだったんですけど、前の車と6秒だった差が今10秒ですね、4秒失ってしまった。4周目もうフロントのグリップがなかなかノーズが入っていかないですね。タイム的にはそんなに大きな落ち込みはないので、車はそこまで壊れてなさそうですね。一応普通に走れてますね。あとは最高速トップスピードがどれぐらい落ちるかですけど、さすがにやっぱその空力的な影響はあるでしょうね。ただ、普通の感覚で走れてますので、まだね最後まで諦めずに走っていきましょう。いやもうトップと80秒差ですよ。やっぱり1周1秒じゃなくて1周10秒ではなくて1周15秒ぐらい違うのかな。いやもうどうなってるのか分かんないですね。クリストファーさん、なんか落ちてる、近づいてますね。なんかミスったのかもしれないですね。よし、諦めなければ何かが落ちてるかもしれない。クリストファーさん、あれがそうだったんですね。でもちゃんと、後ろを見てコース復帰してくれたので、いやさすがですね。さすが A4.9 アイレーティング5000。これがトップスプリットで走る安心感ですよね。トップスプリットって言っても、ね、上位と下位があまりにもばらけているような仮想スプリットではなくて、もうこれだけたくさんのドライバーが参加して、でその中の怖いあそこね危ないですね。グリップが、やっぱ挙動が不安定になるのでグリップが抜けないようにしないと、そういうトップスプリットで、ね、下位を走る人も、ね、今のクリストファーさんみたいにある程度の腕がある人であれば、なんか無理にコース復帰しようとしてきて、で後ろから来た車とぶつかってしまう、そういうのがやっぱ起こらなくなりますからね。そういう人気カテゴリーで走るっていうのはそういったメリットがあるかもしれないですね。そもそもこの、ね、今、トップを走っている2人アイレーティングは8500、8200、6600っていう、こういう人が出場してくるレースは、やっぱりこう価値があるって思われてるんでしょうね。今の簡易計算だと左上の、トップのジャンニさんアイレーティング8500あるけども、優勝したらやっぱ3033もらえるってのは大きいですよね。これスキップガーバーのアイレーティング3000ぐらいのレースだと勝ってもね15ぐらいしかもらえないですよ。よし、さあクリストファーさん4秒少し差をつけましたね。さあそしてホワイトフラッグ、これがファイナルラップですけど、5周
いやいや、ね、だってまだ燃料2周分残ってますよ。あれ、これって40分だから6周のレースじゃなかったっけ。うん、もしかしたら私が、手計算で導き出した燃料の量が間違ってるのかもしれないですね。な、少なくとも5周で終わるレースであれば、燃料もう15リッター少なく給油して切り上げられたので、そのピットでたくさん抜かれたのはその燃料の量が多すぎたのからかもしれないですね。いやー、すいません、あのピットクルーの皆さん、もっと練習してほしいとか言ってしまってすいませんでした。この、ね、計算してるエンジニアが悪かったということですね。はい、というわけでエンジニア兼ドライバーのガイル選手が悪かったです。すいませんでした。おー、滑る滑る。うん、5周目とはいえ結構タイヤが来てますね。まあ、後ろクリストファーさんが、うん、4秒差があったのがもうだいぶ開きましたね。これは楽になりましたね。あ、そして、うん、あ、クリストファーさん、うん、トーイングですね、これ。で、前の2人6秒差。さっきからはだいぶ詰めてきたんですけど、これはでもこれファイナルラップでしょ。いや、1秒で、あ、1周で6秒詰めるのは結構骨が折れそうというか、ちょっと無理なんじゃないかな。まあ、でもね、この2台相当近いので、もしかしたらバトルでね、なんかタイムロスしていったのもあるかもしれないので、頑張っていきましょう。幸いなことに車はね、ちゃんと走ってますね。トップスピード近くになったところだけ A アロー空力の影響が悪いのかなっていうのはありますけど、タイムはね若干落ちますけど、それ以外は大丈夫です。いや、 GT3 カー頑丈ですね。もう最近フォーミュラばっかり乗ってたので、こうちょっとでもね接触してしまうと終わりっていうのはね慣れてましたけど、いや、久々の箱車、うん、頑丈なのはいいことですね。さあ、前2台詰まってきましたよ。前のベイリーさんと 4.5 秒差。これはもしかしたら、もしかするかな。さあ、カレンハード、もう5周目は全開でいけないですね、シュピーゲルカーブ。さあ、このドライバーハレヒテスもやっぱスピードを落とし気味でですね、でベアザイフェンにアプローチ、うん、さあ気をつけましょう、ブライドシュライド。うん、 OKOK、エクスタル、あ、じゃない、エクスミュールですね。さあ、ベルクベルク立ち上がり大事。おお、滑る滑る滑る。いや、やっぱもう1周目と5周目だとだいぶタイヤグリップ違いますね。1周目だと今の走り方でいけるんですけど、やっぱ5周目はね結構滑りますね。でもこれ、120リッター詰めるんですよね。 100% 燃料だと110リッターか。110リッター積むと、50、50、まあ、でもやっぱり1時間ぐらいですね。1時間ぐらいのスティント、うん、ただ40分のレースでも結構タイヤきついんですけど、1時間走るとなるともっとタイヤがきつそうですよね。なので、いや、もうね、GT3 で耐久走る方々は尊敬しますね。
ちょっとねガイル選手まだ無理かなという気がします。さあ前ベイリーさん3秒差だいぶ近づいてきてますね。ベイリーさんが今ちぎられてますね、前のマーティンさんと。これはベイリーさんなんかマシントラブルあるんですかね。結構詰めてきてますよ。 2.5 秒差。これねストレートでメインストレートでスリップ捉えられると有利なんですけど、さあどうでしょう。もうちょっと近づきたい。よしいいぞいいぞ。いいですね、近づいてきてますね。さあプフランツガルテンからの右大事。よし、ブレーキング OKOK、OK OK、さあこの左全開で行きたい。無理ちょっと、ね、アクセル半分ぐらい戻してますね。遠いな。そしてシュワルベンシュワンツ。無理しないで。さあクラインズカルセル、近くなってきた。そしてガルゲンコフ、ドッティンガー方へ。どうだどうだ、 1.1 秒、ちょっと遠いか。どうだろう。ただねさっきフォード GT トップスピード伸びなかったので、もしかしたらねチャンスあるかもしれないですね。おお、あ本当伸びない。おお、これはチャンスじゃない。これはすいません、また勘違いしてました。あれ全然フォード GT じゃないですね。壊れたフェラーリですね。あそして前は火の玉マクラーレン。さあおお近づいてきた。アルファタウリフェラーリでもなんとか抑えました。やった、最後の最後で最後の最後で一つ順位上げて25位ですね。これは、これは一応嬉しいですね。ゼッケン17で、23番でスタート25位。まあなんかいつもの感じではありますけど、いやまあここら辺が自分の実力の限界ですね。もっともっとこれもっとねこの1ヶ月とか2ヶ月とかねこうじっくり練習しないとダメですね。というわけでね、この自分の実力がよくわかる GT3 レースですね。いやそれにしても、このね GT3 のニュールトップスプリットってのはすごい。いやこの SOF5000 近いレースに出場するというのはいい経験になりましたね。やっぱりこのレベルの違いをねまざまざと見せつけられて、いやいやスキップバーバーでねちょっといい気になってるもんじゃないですね。いやさすがもうこの花形カテゴリーのもうね上位争いすごいなと思いますね。なのであれですね、もうちょっと長期的な視点でこの GT3 もう GT3 ニュル GT3 ニュルに絞っていいので、もっとこう定期的にずっと練習し続けるっていうのは大事なのかなと思いますね。いやいやこの甘くはない GT3 のカテゴリー、いや大変勉強になりました。ちょっとスケジュール的にどうかわかんないですけど、もう一戦ぐらい
実況するかしないかだと思うんですけど、明日はあれですね、IRJL の、スキップババ、カップシリーズで、明後日が、新人チャンネルカップとありますので、まあ、その後一戦挟めるかどうかぐらいですよね。まあ、ただね、GT3 もう一回出ても多分似たようなね、これ今リザルトを見てるんですけど、私のゼッケン17ですね。でゼッケンと同じ17番手でフィニッシュするためにはラップタイムがあと1周4秒早くないとダメなんですよね。で、トップ10フィニッシュ10位、もし10位で、フィニッシュしたいとするとラップタイムはあと1周10秒縮めないといけないので、やっぱねこれはもう相当長い道のりですね。いやいや、でも、自分の今の立ち位置っていうのは分かって、大変良かった GT3 参戦かなと思います。というわけで、チャンネル登録、高評価低評価ボタン押していただけますと嬉しいなと思いますね。それを糧に、まあ、このね、ちょろちょろと GD3 を引き続き、練習していきたいなと思いますね。はい、というわけで本日もご視聴ありがとうございました。ガイルチャンネルでした。